よ、ヘリエ、バダン、イエーイ。では本日の企画は、もうファイナルシリーズでございます。今回は、はい、マクド全品食べましたに続きまして、本日の企画は朝マックじゃなくて最後メニュー全部食べてみた。これがラストですよ皆さん。もう朝マックは、成功しました。で、昼間のバーガー系は失敗しましたが、まあ、今回は再度、まあ、今で1勝1敗というわけで、まあ、今回これ勝って2勝1敗で勝ちで終わりたいなと思いますので、皆さんよろしくお願いします。それでは行きましょう。じゃあコーラで乾杯してスタートです。はーい。これまずじゃあシャカシャカチキンいくわ。はい、じゃあ俺いいと整えば。シャカシャカチキンのレッドいっていいですか。どうぞ。じゃあいただきます。どうしようかな。ポテトのエールいくわ。おお、いいね。セミとか。いや、ちょっとしかない。お助け合いやからな、これは。じゃあ俺、海行こう。どんどん入ってきてるんだ。でもまあ、ほんまに売れてる。もうちょっと空洞、でもなんかバーガー全品よりだんだん景色が良くなってきて、こっちの方が、シャカシャカチキンレッドのやつ完食しました。ポテト S サイズ切ります。ポテトだいぶ終わり。ナゲット完食。
全ページ。混ぜてまたパーって書くようかな。こんなん混ぜたことないっすよ。相当体に気を使ってるし。バリお腹いっぱいじゃない。俺らあんま食べへんよな。食が遅いよな。うん、でも日で意外に食べるよ。もうこれで終わりやな。長かったね、この2ヶ月間一緒やりたい。オープニングからやりたくなさげやってん、りょうくん。俺は別に普通やってんけど、りょうくんだけめっちゃバリ嫌そうや思いながら。ではまあ今回マクド、ほんまに朝マックからこの昼間のやつから、まあ、夜はあれやけど、まあ、ほぼほぼ全部制覇したし、まあなんかね、チーズ食えへんのに。いやお前エビ食べへんやろ。でもりょうくんなんか全品な、ほぼほぼ食べれた。でまあまあこういう大食い企画マクド全品系はまあ一旦ここでまあ終焉終わりということで、まあ次からはもうガラッと変わって違うやつをねこうアップしていきたいなと思います。はい、ま
あ、とりあえず皆さんほんまにこの2ヶ月がよく頑張りました。ありがとうございました。じゃりょうくん最後締めてもらっていい？こんな動画一生とな。以上でーす。バイバーイ。